乃木坂46のの乃木乃木坂46の筒井あゆめです。文化放送からお送りしている乃木坂46のの第469回が始まりました。はい、先日文化放送開局70周年記念ののフェスが開催されました。いやー、まずは来てくださった皆さんと、あと配信もあったので、配信を見てくださった皆さんありがとうございました。私はそうですね、でもああいうイベントで MC をやるのが初めてで、先輩の秋元真夏さんと一緒にやらせていただいたんですけど、緊張はそんなしてないかなと思ってて、始まる前に緊張すると思っちゃったら私緊張しちゃうので、もうどうにかこうにか思わないようにしてたんですよね。思わないようにしてたんですけど、最初曲が始まって煽りっていう、会場を沸かせるような、なんか叫ぶ感じのやつがあるんですけども、それを担当して、会場の皆さんも盛り上がっていきましょうみたいなことを言いたかったんですけど、多分配信もあるから、なんかいろいろテレビの前とかいろいろごちゃごちゃになっちゃって、会場の前の皆さんもって言っちゃったのが個人的に一番ショックで、最初の一発目の発する言葉だったので、わあやっちまったなと思ったんですけど、聞いてくださってる皆さんは多分気づいてない方もいっぱいいらっしゃると思いますし、そんなこと大丈夫だよと思ってもらえる優しい方ばかりなんですけど、私はそれが一番ショックで、一日ぐらいちょっと引きずりました。でもイベント自体は本当に楽しくて、ライブパートもあったり、いつもの乃木ののラジオの感じも生であったりとか、本当に楽しかったので、総まとめで良いという結果です。これから来るゲストの方とものフェスについていっぱいお話ししたいと思いますので、最後まで聞いてってください。今日登場するメンバーは4期生の駆け足さやかちゃんです。さやかの登場はおよそ3ヶ月ぶり。ラジオの前の皆さんも乃木ののを一緒に盛り上げてください。ツイッターで番組公式ハッシュタグをつけてつぶやいてくれると嬉しいです。番組の公式ハッシュタグは乃木のの、漢字で乃木、ひらがなでののでお願いします。タグをつけてつぶやけば、今この時間を共有している人を見つけられます。番組の公式アカウントもあるので、ぜひフォローしてください。文化放送をキーステーションにお送りする乃木坂46のの、最後までお楽しみください。乃木坂46のの、文化放送キーステーションに筒井あゆめの MC でお送りしている乃木坂46のの、今日一緒にお届けするのは乃木、駆け足さやかです。お願いします。お願いします。去年の12月以来ということで、うん、久しぶりですね。なんて久しぶり。久しぶりですね、うん、確かに。その時に桜坂46さんの森田ひかるちゃんが大好きで仲良くなりたいと言っていましたけど、うん、その後はどうなったの？まだ全然話してない。いやだと思った。だよね、うん、あんまね、機会もねないし、ね、そう話したいけど、うん、片思い中。あーまだか。長いね。長いよね。いつまで続くかな。本当に長いと思う。いやー頑張ってほしいよ。応援してほしい、ね、うん、応援してる。でもさ、12月に出たから、うん、紅白とかさ、その節目の時にさ、合ってるは合ってるじゃん。合ってるね。できなかったんだ。もうね、話しかけられん。あそこまで好きなんだね。うん、あじゃあもう壮大な片思いで応援してますよ。そうなんですよ。はい、先日のノフェスについて、うん、いろいろ振り返りたいと思いますけども、はい、何が印象に残ってますか？やっぱり、うん、勝手に選抜かなって。うん、うん、あやちゃんのね、うん、言い間違いは全然気にならなかった。あ、本当？うん、よかった。いや本当にさ、うん、やっちまったなと思って。言いたいことはわかるからね、うん、まあそうだよね、うん、大丈夫か、大丈夫。勝手に選抜をやってね、うん、妹選抜とあざとい選抜、ただし秋元真夏さんは除くという2本やりましたけど、うん、どっちも選抜入りしてますね私たち。ね、そうなんだよね。妹選抜は、うん、私がセンターという位置で
さやかちゃんは裏センターっていう。そうだね、すごくない？そうなんだね。いやでもね、さやかは入ると思ったよ。自分でもちょっと3列目か2列目には入ると思った、うん、やっぱさ、うん、私たちはさ、あの比較的若い時に入ったから、うんうん、乃木坂に、うん、そのイメージあると思う。あると思う。でもお姉さん担当とかさ、セクシー担当と言い張るんですよ。私は本当にあの、はい、セクシー担当だしお姉さん担当なんだけど、うん、わかんないけどな、うん、実際に上いるし、あの兄ちゃんとか、あ、そう、かつ年少メンバーだったから、うん、仕方ないかなみたいな。でも自分ではお姉さんがいいんだね。うん、なんでなんだろうね。だってもうさ、妹っていうさ、うん、イメージでしかないじゃん。いや、わかんない、意外と多分もうないと思うよ。いや、そんなことないよ。あの2列目だけど、うん、もうすぐ下入らなくなると思う。いや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 、2列目のセンターなのでこれからも健在ですよ。入ります。あやちゃんこそセンターだから。いや、びっくりしたよ私は。うーん、なんかそう、うん、3列目ぐらいにいるのかなと思ってたけど、うん、まさかのセンターで。センターだよ、びっくりした。最年少だし、お姉ちゃんいるしね。まあね、妹的な存在。4期生の中でも私ってお姉ちゃんではないじゃん。妹的な存在だからさ、うん、まああるかなと思ったけど、びっくりでした。あとは あざとい選抜も2人とも入ってる、うん、これは私はちょっと意義あり。何ですか？あの、私絶対あざといじゃないじゃん。いや、あやちゃんはあざとくないよ、うん、だよね。よかったよかった、ね、こんだけ一緒にいて、うん、あざといと思ったこと一回もないの。あー、だよね。そうなの。でもあやちゃんは顔立ちがめっちゃ女の子っぽいし、うん、もう無意識のうちに可愛さが出てるから、うん、だからこの位置は納得かもしれない。あー、なるほどね。3列目の、うん、端から2番目という位置。うん、へえ。でもわざとだと思ったことない、一回も。いやー、できない、そういうのが。できないの？うん、え、私もアイドルだから、うん、そういう見てる、うん、この可愛いあざといキャラとか、うんうん、見てるのはすっごい好きだし、うん、可愛いなと思うけど、うん、できないな、なんかね。うん、してるとこ見たことないもん。だよね。さやかは2列目ですけど、あざとい選抜は入るかなって思ってた、うん、あ、私も思ってた。なんかさ、うん、ちょっと初期らへんのさやかはもうなんかあざといって感じだったよね。だから、うん、初期の名残、うん、かなって思って。確かに確かに。初期を皆さんが引きずられてて。でもね、今でも、うん、あざといだなんて思う自分で、うん、あ、本当？へ、うん、自分で思うんだ。自分で思う。へ、なんかわざとしてるとかじゃないけど、うん、でもあざとい自覚があるかもしれない。へ、自覚あるのすごいね。うん、いやでもアイドルにはね、皆さん、ファンの皆さんは求めてるから、そういうものを。いや、私は求めてないよ。え、どういうこと？ファンの人が？自分で、その、うん、あざといってさ、うん、アイドルとしてはいいけど、ちょっと恥ずかしいじゃん。うん、選ばれるの。うん、あ、でもアイドルだから。まあ、そうだね。誇りを持って。そうだね。うん。私はさやかの、あざといさやか大好きだから。いや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 。これからも続けてほしいなとは、ひそかに思ってるけどね。ありがとうございます。うん、え、ちなみに、うん、あの、私の MC はどうでした？え、完璧だったんじゃないですか？いやいやいや、本当ですか？うん、うん、そう言っていただけるなら嬉しいですけど、うん、落ち着いてて、うん、進行がすごい上手かったなって。いや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 、いやでも初めてやって、うん、普段ライブとかで MC されてる方、うん、もう凄さが改めて分かったね、うん、大変だよね、うん、すっごいなと思った。あんな、うん、いつもさ、うん、当たり前じゃん、ライブとかの MC ってなると、うん、当たり前のに私たちはさ、うん、MC じゃないところで参加してたけどさ、うん、そんな重い荷物を持っていつも頑張ってらしてたんだと思って、そっか、気づいてしまったのか、うん、そう、気づいちゃって。これからもなんか、ね、私たちももっと頑張んないとなと思ったし。そうだ ね、いつかまたライブでも MC やることあるかもしれない。あるかもしれないしね。さやかが回してるところは本当に想像できないな。ね、なんか4期でいる時もさ、うん、年上の子がやるじゃん、うん、基本だから私たちはさ、うん、結構そうそうしたことない、うん、なんか笑いながら、そうですかみたいなこと言ってそう。私もダメじゃないでもちょっと気になる。できないと思うよ。そ
本当にそうなっちゃった。ヘラヘラしてそうずっと笑ってそう。いやなっちゃうかも。はい。今日はのフェスでお届けしたこのコーナーをやりたいと思います、うん、はい、あるあるアルティメットリーグ。自由にお題を考えて自由にネタを考えられるという究極のあるあるネタコーナー、うん、2人がそれぞれ点数を出してその合計点が一番高かった人に私たちからメッセージを送ります。はい、今回はのフェスの延長戦ということで、うん、紹介しきれなかったメールをお届けしていきます。はい、いっぱいいただいたんですね。見てみたかったから。はい、それでは一つ目のあるあるを紹介します、うん、ラジオネームビッグヘッドさんからいただいた、はい、月末あるある、うん、月末にはほぼ間違いなく、うん、もう何々月終わりか早ーと言ってしまう。決まったら教えてください。はい、これ10点満点中だよね。うん、永遠無限大。無限大何でもあり。あるある指数ははい、え、何点中とかない。無限大無限大無限難しい。4兆とかでもいいんで。うん、あるある指数は2です。うん、引く。そんな聞いといて引く。はい、私のあるある指数は101あるあるです。101。ちょっと1加えてみた。そんなに共感した？え、したした。なんか言っちゃうな私は。言わん言わん。本当長く感じる。だってさ、ちょっと前に1月とかだったのにさ、もう3月もう4月になっちゃう。もうあんな長いって思う。本当、うん、なんで分かんないけど。そうなんだ、うん、何の差なんだろうね。ねえ、何の差なんだろう、うん、よく聞くし、なんかうん早くないって、うん、みんな言ってるイメージある。さやかは逆なんだね。逆だね、まさかの。はい、続いて、はい、神奈川県ラジオネームバッシバシさんからいただいた、うん、授業あるある、うん、教師の口癖をカウントし記録更新の瞬間を狙っている。かわいそう。かわいそうってやめてよ。確かに、ね、秘密でやってることですか。あ、そっか。はい、あるある指数お願いします。1。うわ、引く引く。もっといいのに。じゃあ私のあるある指数は、うんうん、78あるあるです。低いね。私10点満点中のつもりで。ああ、なるほど、うん、でもそれにしても低いね。低いね。あんまなかった。先生の口癖ってあったっけ。え、あるよ。なんかさ、ええー、をさめっちゃ言う人とかさ、まあ、あの口癖だなとは思うけど、うん、カウントはしないな。私も自分ではしないけど、もう周りの子はしてた、うん、あ、また言ったみたいな。そうそうそう、今日多かったねみたいな。あー、イメージある。それは感じるけど、うん、でもカウントって言ってるからね。うんうん、記録更新の瞬間を狙っている、うん、嬉しいんかな記録更新した瞬間。やったーって授業中なるんかな。いや、先生の身になってよね。そうそうそう。大人になるとそう思うよね。うん、わかる。うわ、成長したって思った今瞬間。ということで、今回あるある指数が一番高かったのは、うん、合計103点の月末あるあるを送っていただいたラジオネームビッグヘッドさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。ビッグヘッドさんには私たちからメッセージを書きますので、番組ツイッターチェックしてください。うん、以上、あるあるアルティメットリーグでした。ではここで一曲お届けしましょう。こちらは駆け足さやかちゃんの選曲です。はい、ひなこさんがとっても可愛らしい曲です。それでは聞いてください。乃木坂46で甘えラビング。乃木坂46のの乃木坂46の筒井あゆめと高橋さやかがお送りしている乃木坂46のの、ここからは普通のお便り、普通歌を紹介します。はい、はい、神奈川県ラジオネーム、うん、適当な紅茶さん、16歳の方です。ありがとうございます。ありがとうございます。乃木坂の皆さん、乃木乃木。僕は小学校の6年間ピアノを習っていたのですが、いやいやながらやっていて全然練習もしていなかったのであまりうまく弾けません。でも最近ピアノを弾きたくなることがよくあり、あの時ちゃんと練習していればなぁと後悔しています。乃木坂の皆さんはもっとちゃんとやっていれば、うん、と後悔している習い事やっておけばよかったなと思う習い事などありますか。習い事してたよね、いっぱい。あやちゃんしてた。ピアノもやったし、うん、水泳、そろばん、習字、ギター。うん、そんなもんか。いや、結構多いと思う。ほんと、何やってた。私、うん、空手。空手やってたの。6年やってたよ。え、
初耳なんですけど。え？空手。そうなんだ。うん。ギター。うん。ピアノ。うん。習字。うん。英会話とか。ああ、英会話私も出たわ。最近ね、思い出したんよ。うん、習い事してた、うん。あれしてたなって思い出したんだけど、うん、まだ忘れてしまった。一つあるんよ。ない、めっちゃ気になるじゃん、それ。一つね、うん、あるんだけど、うん、どうすれば思い出す。なんで？え？そのなんか夢みたいな話なの？いや、もう、いいんだけど、それは。ちょっとじゃあ教えてね、思い出したら。思い出なんだろう、やっておきたかったこと？うん。あります？やるとしたらあと何があるんだろうな。あやちゃん編み物得意じゃん。うん、それは習ってたわけじゃないの？全然自分でやってたわけだけど、そうなんだ。でも私もね、この子と同じピアノは、うん、結構やってたのよ長い間、うん、やってたんだけど私もなんか上達しなくて一向に、だからなんかもっとガチで、うん、ちゃんとやってたら音楽会とかでさ、うん、伴奏、うんうん、めっちゃかっこいいじゃんやってる子。音楽会？合唱祭とかさ、うん、そういうやつでさ、うん、やってる子かっこいいからそういうのやりたかったなと思うから。え、あの学校で合唱するときに弾いてた人、うん、弾いてない。弾いてない人。もうみんな上手かった。へー。あ、でもね、うん、トライアングルやった。トライアングル。え、小学校の頃だけ。みんな何か一つ楽器持って？うんうん。あ、あのね、楽器隊もいて、5人ぐらい、それも楽器できる子がいて、あとピアノがいて、うん、で、あとみんな歌ってるんだけど。あ、トライアングルを持つ人も限られてるってこと？そう、それのオーディションもちゃんとあるのよ。ちゃんとあるの。かわいい。それで選ばれたの、トライアングル。あとさ、なんか、めっちゃ棒がさ、うん、バーってでさ、鳴らすと。あ、私それ最近やったよね、カウントダウン。あ、なんかやっててね。それも、やった、オーディションで。あれね。選ばれた。え、オーディション、そう。あ、そうなんだ。あるなんか、後悔してるなぁと思う、習い事。しとけばよかったなって。うん。バレー？あー、へぇ、バレー？なんで？セイラとか見てて、うん、ダンスすごい綺麗だし、うん、体柔らかいし、うん、確かに詳しくなりそうだなと思って、うんうん、あの音楽とか、うん、かっこいいな。確かにね、うん、普段の姿勢もさ、めちゃめちゃ良くなるしさ、うん、スーって綺麗に見えるからいいよね。うん、だからやっとけばよかったなってちょっと思うかも。じゃあなんか将来子供とかできたらさ、まあ、そういうのやらしたくない？え、そう？え？わかんない。嘘。自分がやれなかったことをやらしたい精神。なるほどね、うん、そうなんだ。なんかめっちゃ話しとっちゃうけどさ、うん、最後の子供めっちゃ気になるんだけど。気になる。どんなすごい子が生まれるんだろうな。えなんかもう、うん、超能力とかあります。超気になる。じゃああと1枚いきます。はい、ラジオネーム、うん、何度目の青バードか、うんさん、うんうん、ありがとうございます。乃木坂の皆さん、乃木ー、乃木ー、2月から乃木坂46メッセージアプリが始まりましたね、うん、はい、梅澤美波さんを撮り始めたのですが、はい、寝る前に送ってくれるささやきボイスで、おやすみと言ってくれるのにキュンとしました。キュンとするね。乃木坂の皆さんはメッセージアプリではどんなことを送りましたか？またどんなことをやりたいですか？え、まず私、梅沢さんが、そういうささやきボイスとか言ってることが驚き。あ、ほんと？あんまりイメージなくない？もうね、すごいよね、あの、来たらさ、うん、ギャップ？ね、イメージないからこそ。めっちゃ嬉しい。ギャップで。聞きたい。うん。何送ってる？気になる、なんか他の子のメールアプリ。うん、私、あの、この前、うん、私、あれしてるよ、あの、レターを読んで、うん、こういうラジオみたいにする音声。音声だけで。音声だけでレター読んでコメントするっていうのしてる、うん、すごい、めっちゃ嬉しいじゃん。じゃあファンの方、うん、そうかな。そう、絶対そう。すごいね。あやちゃんはどんなの送ってます？私は、うん、メンバーみんな何人かでさ、お仕事だった時とかさ、うん、何人かで動画撮って、うん、わちゃわちゃ感の送ったりしてるし、うんうん、あと私はなんか弾き語りとかさ、うん、やってみたい。してしようよ。してる？してない。まだしてない。うん、なんかそういうのもできたらいいよなと思う。え、マジ、もう本当にみんな喜ぶと思う。いいよね。あやちゃんってさ、あんまり表でさ、ギター弾かないけど、めちゃくちゃうまいから。いや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 。だから、ぜひ本当にしてほしい。やりたい。そう。してほしい。なんかさ、うん、一回、何回かお試しとかでさ、うん、メンバーのさ、うん、トークにさ、あ、入りたい。撮りたいよね。うん、誰入りたい？ちょっとそれは迷うな。迷いそう。やっぱさ、うん、推しメン？うん。ってなると、与田さん、かな。うん、
朝さんどんなの送ってるんだろうねえ。焼き芋とかかな。かわいらしい。気になるか撮ってみた、ね、あやちゃんは。え、私、うん、ちょっと待って。いやでも、アスカさん、そうなの、気になる。まあでもね、確かにね、ミステリアスだから、そうそうそう、なんかプライベートの部分も知れるじゃん、うん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 、トークとかって、うんうんうん、いやアスカさんのプライベート知りたいんですよ私。知りたいの？知りたい。今日の指輪ちょっとアスカさんっぽい。あ、これ指輪、うんうん、恥ずかしい。はい、ということで、うん、楽しいお便りありがとうございました、はい、ぜひこれからも気軽にメールはがきを送ってください。ではここで一曲お届けしましょう。私つつやMの選曲です。はい、この曲はノフェスの最初の歌った曲でして、うん、あんまりねライブとかでちゃんとさ、うん、振り付きで、あの踊るって歌うこともないから、うんうんうん、久々にね A メロとかも踊ったし、うんうん、とても盛り上がる楽しい曲です、うん、それでは聴いてください。乃木坂46でハウス。乃木坂46のの文化放送をキーステーションにお送りしている乃木坂46のの、乃木坂46で春のメロディーを聞きながらお別れの時間です。ありがとうございました。ありがとうございます。あっという間にした。ね、どうでした？うん、もうあやちゃんとの乃木ののは、うんうん、もう毎回なんかすごい楽しみにしてるから、一瞬で終わっちゃって寂しい、いつも。あ、そうなの？うん、なんかさ、うん、前回ともさ、うん、言ったじゃん、なんかさ、いろんなさやかが見れるみたいな、うん、いろんなさやかの中にいろんなさやかがあるから見れるって言ってたじゃん、うん、前回の多分乃木のの時のさやかと、うん、今日の乃木ののさやか違うのよ全然。本当に？本当に？なんで？全然違うから。え、本当に？なんか聞き返してみてほしい。そう、自覚ない？ないよ。面白いよ。聞き返してみてほしい。ファンの方も気づいてる方いるかな？よかったら聞き返してみてください。はい、ではここでお知らせです。乃木坂46の29枚目シングル「アクチュアリー」が現在発売中です。4月5日発売の「ユーティン B 創刊号」の表紙を飾らせていただきました、うん。こちらも皆さんよろしくお願いします。では小木橋さやかちゃんからもお願いします。はい、現在発売中の EX 大衆さんに出させていただいています。ぜひ見てみてください。番組では引き続きあなたからのお便りお待ちしています。おはがきの場合は郵便番号 105-8000 に文化放送乃木坂46ののそれぞれの係までお願いします。メールの場合は乃木アットマーク joqr.net nogi@joqr.net です。そして番組のツイッターもぜひフォローしてください。この後は日向坂46の日、さらに秋元真夏さんの卒業アルバムに一人はいそうな人を探すラジオサンデーと続きます。引き続き文化放送でお楽しみください。そして来週のこの時間は文化放送開局70周年記念特番、乃木坂46のの×日向坂46の日をお送りします。乃木坂46からは私つつやゆめと清宮れいちゃん、日向坂46さんからは上村ひなのちゃんと高橋みくにちゃんが登場します。来週もどうぞお楽しみに。ここまでのお相手は乃木坂46のつつやゆめと竹橋さやかでした。バイバーイ。